皆さんおはようございます。こうです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は長野県の阿智村にあるキャンプ場へ向かっています。前乗りしようと思って昨日5月3日の夜9時半ぐらいからね出てきました。で、八ヶ岳今着いたんですけれども、時刻は4時半ぐらいですね。車でちょっと仮眠した感じですね。だいぶ夜も明けてきて綺麗な感じ。あ、寒いんですよ。すごい。これからねもうちょっと休憩をとってからまた長野県のね阿智村へと向かっていきたいと思います。ちょっと寒いんでね、クノールのコーンスープ飲んで温まりたいと思います。すごい寒いんだよな。何度なんだろう。できた。あったけー。まだお店もやってないんだよね。すげえあったけ。あちゃあちゃ、暑いぐらいだよ。それでは温まって車の中でねちょっと温まってもらいたいと思います。はい、というわけで、お、川綺麗だね。水が超綺麗。すげえ透明感すごいね。朝一やってました。なんかいい食材ゲットできればいいですね。朝市では地元ならではのご当地カップラーメンや食材や漬物といったいろいろなものが多数売られていました。人が結構いたので撮影はできませんでしたが、かなり珍しいものもありました。駐車場奥には足湯もありましたので、運転の疲れをねここで取ることにしました。川めっちゃ綺麗だよ。川めちゃくちゃいい景色。山があってすごいな。初めて阿智村来たよ。夜星が見えるか楽しみだね。はい、昼神温泉郷ウォーキングマップ、こんな感じ。ピンク一周で 1.5 キロ。そしてナイトツアー、今日今ねちょっとやってないんですけど、ここのバス停から乗れるみたいですね。阿智神社行ってみます。暑い。阿智神社到着。あ、ウサギさんいる。ウサギの下どんぐりだ。はい、阿智神社到着しました。おお、結構奥まで続いてるね。それでは行ってみましょう。すごいね、住宅街達筆すぎて読めない。参道かな。御朱印あるんだ。すごいね、まだ続く。これ通れないんじゃない？低いよね。じゃあ失礼してこちらから。ちょっと高台来た感じ。
上手や、水出てるね。飲用水ではありません。はい、本殿到着。ではお参りしていきましょう。八神社を後にして買い物に向かう途中、このようなパン屋さんを見つけました。ハード系のパンやケーキ、そしてドライフルーツまで売っていました。今回はこちらを購入しました。 Google マップで検索するとなぜか違う場所を検索してしまうので、ニュー美術館かナミアイパークで検索した方がいいかもしれませんね。入り口下の方には蕎麦屋さんもありますし、パン屋さんやミュー美術館という今回お世話になる美術館もありました。さらに上の方まで行くと馬の背や蛇峠山というお山まであって、車で馬の背までは行けるのでこれは楽しみですね。キャンプサイトはこのようになっていて、美術館の屋外展示場を切り開いたようなキャンプサイトになっていました。今日は青空なのでね、星も期待できますね。こちらの平面サイトの他に美術館の裏手に駐車場を改良したウッドデッキのサイトがありますが、そちらが一番星が綺麗に見えるそうです。下り側のサイトをまっすぐ抜けて左手にはミュー美術館がある形ですね。こちらの入って奥側、左奥がキャンプ場の受付になっています。この辺もね、ちょっとホームページで記載がないので正直分かりにくかったですね。そして美術館の前にはこのような炊事場がありました。残念ながらお湯は出ないのでかなり冷たい水だけでした。そしてこちらの水場の前には廃捨て場がありました。そして水場前から周りのキャンプサイトを見渡すとこんな感じになっておりました。場所によって広さがだいぶ違った印象で、今回借りたサイトに関しては車1台、テント1台、これで結構いっぱいいっぱいでした。ここから入ってきちゃったこの日も料理動画を撮影し食事をしました。日も傾いてきたので長野県限定のお酒と加藤ちゃんからいただいたビールで乾杯。スマホで撮影したので分かりにくいと思いますが、地元では見れないこのような星空が望んでいました。はい、というわけで今星空満点ツアー行ってきましたが、めちゃくちゃ寒くて前段つけましたね。さすがにすっげー寒い、もうひんやりしまくってますね。これからもうテント内でねまったりタイムということで、ケーキ今日は買ってきたんでね、コーヒー飲みながらケーキ食べたいなと思います。今時刻は8時半ぐらいかな。気温何度なんだろう。今テント内13度、体感ではね10度切ってるぐらいだね。はい、ケーキ、これクマさんケーキ買ってきました。幸せ。これね普通のガスで動いてるんだよね、ガス管。寝袋で寝ます。いやちょっと
はい、皆さんおはようございます。5月5日朝6時11分温度は15度まで上がりましたね。起きた時が9度ぐらいだったんですけどね、だいぶ気温も上がってきましたが、やっぱ夜は寒いね、山はね。はい、これからコーヒー飲んでちょっとまったりタイムです。昨日昼神温泉のところで買ってきた五平餅ですね、焼いていきたいと思います。今回は朝食に五平餅を焼いて、昨日購入したパンも焼いていきます。そして朝食が完成しました。みんな焦げ散った。はい、五平餅も出来上がりました。それでは朝食食べていきましょう。はい、それではキャンプ場を出て馬乗せっていうこの山の上の方まで行けるみたいなので行ってみたいと思います。左に行くと帰る方向だね。別荘地帯を抜け山道を登り頂上付近まで目指します。最後のカーブを抜けて頂上付近に行くと、上にはちょっとした広場になっていて車が止められるスペースがありました。そしてここには山頂へと続く道があって、ここからだいたい40分ぐらいで山頂へ行けるみたいですね。今回はちょっと時間がなかったので山頂までは断念しました。うわ久しぶりの山だ。標高1457m。 馬の背に到着すると、なんということでしょう、山々に囲まれた素敵な景色が広がっていました。アルプスもね、このように見えて、北岳や穂高なんかも見えましたね。そして下って三宇自然美術館を後にします。はい、というわけで今回は日本で一番星空が綺麗なね、阿智村へとやってきました。そしてね、キャンプで1日終えてこれから温泉入って帰るところになります。近くには登れる山もあって、空気もすごく美味しくてね、なかなか自然を満喫できました。というわけでね、この後は温泉入ってゆっくりね帰りたいと思います。帰りちょっとゴールデンウィークなので、どのぐらい混んでるかわからないんでね、ゆっくり帰っていこうと思います。というわけで今回の動画が良ければ、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお済みでない方は、ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またねー。